海江でーす。はい、今日はですね、今日はなんでこんな服を着てちょっとエッチエッチに仕上げてるかと言いますと、みんなのムラムラする瞬間を教えてくださいということでインスタで募集をしました。ありがたいことにですね、募集系の動画すごく毎回好評でして、今日はちょっと攻めた内容をしようかなと思いまして、画面から作り上げていこうということで、今日はお胸をかち上げてちょっと行かせていただいております。で、今日のリップはルールプルンなリップにしたかったから、ヒースの01番と10番のカラーを混ぜてエッチエッチな唇を作ってます。でね、あえてね、髪も巻かずに今日はウェットなスタイリング剤でウェットに仕上げてみた。どうですか？女の子が日常でムラムラする瞬間って何ですか？だいぶね、性についても結構寛容な時代になってきたなと思うんだけど、もっとこういう場所でコミュニケーション取れたりしたらさ、もっと人生楽しくなりそうじゃない？今回インスタに書かなかった子もよかったらコメント欄に書いて、ちょっとみんなで共有し合いましょう。ちなみにね、私がムラムラする瞬間は、韓国ドラマの韓国人のキスシーン。ボウリングの球に指を入れる瞬間。あ、こうやってね。それさ、男側の意見なのかな？排卵日前と生理後。これがやっぱ圧倒的に多かったですね。多分私も1ヶ月のうちでムラムラするのって多分その周期だと思う。だからさ、生理後ってさ、すぐにできるわけじゃないじゃん。ちょっとこう、しばらくはさ、生理の時の残りがみたいなのが香ったりするし、やっぱちょっと血にじんじゃったりするから、でもさ、性欲がめちゃめちゃある時にやりたいですよね。宅飲み中に座る位置が近くなる瞬間。これさ、宅飲みでさ、好きな人とかおって、ちょっとお酒とか回ってきた頃に、隣に好きな人がおったらさ、やばいよね。そういうのさ、恋しいかもしれない。宅飲みってエロいわ。おしっこ我慢してる時、おしっこって、塩と違うんだっけ？一緒なんだっけ？なんか近いんだよね、確か。だからなんかその辺がジンジンする気持ちはすごいわかります。運転をしてもらってる時、彼が眠くなって仮眠を取ってる時の顔を見ると、やっぱ襲いたい野生の本能が出てきちゃうのかな。女の子にもあるよね。でもね、これ男の子なんだけど、寝起きが一番やばいです。実際のさ、寝起きって、ムラムラするよね。めちゃめちゃわかります。でもさ、朝ってさ、口くせえからさ、すぐにエッチはできんけど、でも朝のエッチってめちゃめちゃいいよね。彼氏と会えない間に、LINE とかで、早くしたいねとか話してて、次会った時、いやー！そう、あのさ、彼氏とかもそうやし、例えばさ、好きな人とかともなんか、もう体の関係がある状態でさ、なんかもう性に対してオープンで、やりたいみたいな、え、何がしたいのみたいな、なんか、そういう話がさ、できる関係性ってめちゃめちゃ楽しいよね、LINE ね。一日動画を見てるとき、じゃあこの動画を見た後、みんなムラムラしちゃうんですかね。シンプルにやってるときを思い出したとき、わかるわ。なんかさ、しかも、相性が良かった人とか、すごい好きだった人とやってた時のエッチって、なんかずっとやっぱおかずになりますよね。変態同盟って LINE グループがあるんだけど、そこで自分の性癖とかいろいろ話してる時、あんそう、女子って作りがちだよね。変態同盟はやばいけど、そういうグループ名作りがちですよね。ちなみに私も人へブスっていう3人組の女子のグループ LINE があるんですけど、そのうちの2人も埋没して人へではないっていう感じなんですけども、何の話？イケメンの細長い指を見たとき、わかります。なんか、バーのお兄さんとか、例えば、居酒屋の店員さんとか、なんか、ふとしたときに、あ、顔かっこいい。手見るよね、絶対ね。見るよね。で、見たときに、手めっちゃ綺麗。ムラ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 、じわ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 。男子と二人きり。私もさ、学生にもなれるんなら、一回学校でやってみたかった。体育倉庫とか、現実問題さ、やるの厳しいけどさ、なんかね、この年になったら学校憧れるわ。彼氏のおちんの写真見たとき。え、さ、みんなさ、彼氏のおちんの写真って撮る？私は撮らない派で、一回も撮ったことないんだけど、え、だってさ、なんか撮ってさ、その写真を後でこう出てきた時、ちょっとカエル化出るわ。さすがに。私の年齢でもカエル化出るくらい、ちょっとまだおちんには敏感になっちゃうんだけど、友達とかが結構彼氏のちんちんの写真とかを撮って、私とかによく、今回の彼氏ってこれくらいのサイズとか言って見せてきてたの。え、どういう心境と思って。で、私は別にさ、人の彼氏のチンチンとか見てもなんとも思わねえからさ、みたいな感じ。なんか反応しよったんやけど、私が普通に多分反応しすぎるから、友達とかも結構、あ、意味は大丈夫だと思って、結
構な人数、私友達と彼氏のチンチン見てきたことあるんですよ。え、無理、普通に嫌です。さっき友達と通話越しでオナちゃんしたエッチだねー。 Every day wow wow Every day oh oh ムラムラ、俺のコブラがブラブラ。何の話？旦那のタンクトップ姿を見るたび、うわー、あのさ、私最近ちょっと肉付きのいい男性の体型が好きなの。肉ついてないかもしれんけど、バンタンのグクみたいな、昔は細長くて背高いもうガリガリみたいな人が好きやったんやけど、そして色白みたいな。でも最近は好みが変わって、すごいなんかマッチョで、若干ちょっとこう腰肉とかプニってできるくらいのガタのいい人が好きなのね。そういう人のタンクトップ姿を見ると消えたじゃねえか。ちなみに黒のタンクトップがいいなって思う派なんですけど、何色ですか皆様は。人前だとクールなのに二人きりなんての、指を絡ませてくる、エロー、エロい。こうギューとかじゃなくて指を絡ませてくるってめちゃめちゃエロくないですか。うまいなぁ。まあ、ド S の男は大好きだからさ、ド S にたまにそうやってちょっとデレって、普段ツンツンなのになんかたまにデレってされたらちょっとやばいですね。もう、エプリでジャージャーかなみたいな。ド S の彼氏に押されるって無理やりキスされるとき、うわー、ド S いいわー。ちょっとさ、今度さ、個人的なおかず動画を撮りたくって、ド S が大好きなのね、私。だからさ、ちょっとみんなと一緒にド S の妄想しようかなと思いまして。よかったらみんなで一緒におかず作りませんか？ベッドでバックハグされたら、ずぶ濡れムラムラ。わかる。あのさ、バックハグっていいよね。ベッドの中のバックハグ好き。なんか、後ろからこう、触られたい。わかる？こうされて、後ろからされる感じ。いいよね。わかります。好きな人が生ハムをゆっくり食べる瞬間。帰って。え、ゆっくり食べるのはさ、ダメでしょダメでしょ、もうそれはもう、やっていいってことですよね。確信犯ですよね、そんなことされたらね。患者のトイレ見守り中にぼーっとしながら歌手とやってる時のことを考えたら、ムラつく夜勤看護師。おい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 、患者さんのおしっこ中よ。同じ経験してる方いますか？薄暗い部屋で映画見ながらお酒飲んでちょっとエッチいシーン出てきた時。うわー、これさ、もうそのままの流れでさ、エッチやっちゃったら絶対盛り上がるよね。お酒も飲んでるし。なんかもう、自分からそういう時は仕掛けたいかもしれない。向こうはちょっと気まずい顔しとったりしても、こっちからムラムラしちゃったとか言ってこう。攻めたくないですか？逆にエミネーム知りたいです。私さ、ちょっとマニアックになっちゃうと思うんだけど、まあ、上級者なので、チューした時に、こうチューして、ふっと離すくらいの距離でなんか、んってこう口角が上がって、でなんかこう、笑われると、なんか余裕な表情で見せられると、うわぁ、エローってなる。わかる方いますか？ド S の男の人のちょっとニヤついた顔ってたまらないよね。目があってハグされて体温を感じた時、わかります。体温ってエロいよね。しかも下半身の方とかがこうやっぱ触れちゃうと、その辺もすごいなんかちょっとこうジン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 して、急に来る YouTube の下ネタ系広告、確かに来ますね。あとさ、あのネットとか見よってもたまにこうエッチな漫画の広告みたいなのがあるやん。あれでムラつき上がるっていう子も結構いた。わかる。でもなんかさ、男性向けじゃなくてたまに女性向けのエチエチ漫画が流れてくることあるやんか。あの時私もちょっとオフオフってなりますね。いやー、好きだわ。ホテル飲みしててもうお酒いいかな、ベッド行きたいって思った時、口移しでお酒飲ませてくれたってエロいんだがー、やばーい。もう絶対にド S な人にされたい。それはベッド行きたいのに行かせてくれないみたいな、口角が下がらなくなってきた、やだーおいでってやれた時、やっぱね、シンプルな言葉って一番エロいよね。相手の香水が好みの香りだった時、匂いって性的興奮をそそりますよね。わかるの。うちの彼氏、唇傾向感じやすいんだけど、そこをいじった時の喘ぎ声。え、待って。唇をいじるだけで喘ぎでくるんですか？大人顔面が強すぎて顔見てるだけでなる。いやさ、すごいもう、ド直球なイケメンみたいな、自分のタイプみたいな人が旦那さんって、マジでレスとかならなそうじゃない？もしタケルが旦那やったらもう、どうしようどうしようって感じになっちゃう。なんかもう、ジンジンしちゃうよね、毎日。ジンジンどころじゃないよね、もう。どうしよう。
ちょっと真剣に考えてみます。はい、中学生なんですけど男子が髪をかき上げてる瞬間です。待って、中学生で気づきました。それめちゃめちゃエロいですよね、男性のね。中学生の男の子で髪をかき上げてるヘアをしてるんだったら、もしそんな男子がいたとしたら、その子すっごくすごく将来有望だと思います。で、私の知り合いとかも結構キムタクヘアとか、昭和の時代の男性の髪型、ちょっとこういう感じのね、ロン毛みたいなのね、たまにしてる人いるんだけど、センスいいなってやっぱ思うのよ。昔の昭和の時代の男性って今の平成の男性にはないって、とてつもないなんか魅力っていうか色気を感じますね。性癖が女性のオナニーなんで、それ見るとムラムラする。あー、そういうタイプもいるんですね。もう性癖って無限大ですからね。でもなんか男性の性癖よりも女性の性癖の方が数百倍可愛い気がするわ。なんか男性のさ、AV のなんか好きなジャンルとかやばいやん。なんかこう無理やりとか、なんか動物とか、なんかたまにジャンルで見たりするんだけど、怖いよね。そういうの怖いじゃん。でも女の子ってあんまそういうのないじゃん。夜の誰もいない駐車場。え、なんでなんで？まあ、じゃあここに好きな人を持ってきて、ここでパン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 、どん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 、ズキュンバキュン、バン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 みたいな感じで、カスコンヌちゃんの挨拶みたいになっちゃった。エミネーに見つめられた時、仕事終わり少し汗ばんでる彼、汗臭いから離れてって言われるけど全然嫌じゃない匂い。ムラ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 するよね。ムラだよね。チンと金がズボンからもってしてる時。ねえねえ、表現方法ね、もっとあったでしょ。なんだよもって。はにかんだ顔で立っちゃったって言われた時。そりゃもうね、私がどうにかしてあげますよってなっちゃいますよね。ドブロック聞いた後はもうさ、童貞すぎんかい、処女かい君は。彼氏がタバコ吸ってる横顔を見てる時、タバコっていいよな。彼氏にタバコは吸わないでほしい派ですかとか、吸っててもいい派ですかってよく聞かれるけど、私はただただエロいっていう理由で、彼氏になら吸っててほしいかもしれない。彼氏にならない。でもなんか将来結婚するんなら、タバコはちょっと吸わないでほしいんだけど、こいつと結婚するつもりないなみたいなくらいのレベルだったら、私タバコ吸っててほしいかもしれない。だってエロいじゃん、エロいじゃん、それだけだよね。手の感じで形がなんとなくわかるので、いい感じの手を見た時。待って待って待って、レベル高すぎんかい。彼氏のキスが本気になった時、あー彼氏欲しい。わかる、普通のさ、キスじゃなくて、わ、これ多分エッチするやつのキスやってさ、わかる瞬間あるよね。彼氏欲しいってなっちゃうよね。歯医者さんで歯削られてる時、なんで？やる時に髪の毛長くて邪魔になるの、ね、峰はどうしてますか？私はただ一つに結んでます。一つにね、結ぶのも邪魔にならないしさ、どういう体位してでも邪魔にならないからいいんだけど、髪の毛もね、うまく使うとめちゃくちゃエロい材料になるんですね。ロングヘアの人は、なるべく髪の毛下ろしてた方がエロいかも。こう、騎乗位とかしてる時にさ、髪の毛がちょっとこうやって、こうなってて、で、下からこうやっぱ見ると、ちょっとこうなんか乱れてる感じがあるよね。一本で結ぶっていうよりも多分ちょっとこう、ちょっと若干乱れてる方が女性ってエロいと思うのよ。なんか乱れを意識して髪の毛はちょっと巻くなり、ちょっとウェットな感じでセットしてみるなり、あと匂いとかも大事だと思うから、髪の毛のね、いい匂いをさせておくとか、することをおすすめします。パイオツペロペロされてる時に前髪が目にかかってる、感じ。生々しいけどめちゃくちゃわかる。彼が部屋着に着替えてる瞬間、上半身ムキムキなのがやばい。男性の着替えるシーンってめちゃめちゃエロいよね。誰かさ、 YouTuber さんとかで女性が興奮する瞬間だけを延々と流す動画とかちょっと作ってほしいですね。はい、ということで、みんなのね、ムラムラする瞬間をちょっと読んできましたけども、どうでしょうか？皆さん今、ムラムラしてたまらないんじゃないですか？私もなんかちょっと今日肌ツヤが良くなった気がする。なんか良くない？張りがあるよね。みんなね、隠さずに女性ホルモンはね、ドバドバ出していきましょう。女性ホルモンはね、積極的に出した方が、やっぱね、肌のツヤも良くなるし、髪の毛とかもね、すごいツヤツヤになるし、大事なね、ホルモンなんですね。でね、色気もね、出ると思うし、まあ、たまにはこういう話を聞いて、みんなで女性ホルモン出していこうっていうことで、この動画を撮ってみました。でもね、やっぱ圧倒的に多いのは、生理前とか、排卵日付近とか、生理後。でもそれになるとさ、ほぼ毎日じゃない？みんなも共感できたらぜひコメントしてください。ということで終わろうと思います。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。インスタやツイッターもやってるので、ぜひ遊びに来てください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。